会津と中通通りを結ぶ重要要な交通の要所であったまた、農業用水の不足しがちな阿武熊川流域の白川地域に農業用水を供給する阿賀野川水系の羽鳥ダムはアースダムとして全国屈指の規模を誇り、なだらかなダム湖周辺はゴルフ場、キャンプ場、スキー場、英語に身近に触れられるブリティッシュヒルズなどのリゾート施設の他に村内には 古くからの温泉も数多く点在している。欠片の気候区分では、西岸海洋性気候に属する。2014年6月1日現在、2014年3月24日現在、天栄村は、ヤーコンが特産で、東京等で PR 活動を実施したりしている。また、揚げ饅頭や酒饅頭も有名で、須賀川市のショッピングモール等で買うことができる。米は、 米、食味分析鑑定コンクール、国際大会で、日本で、唯一9年連続、金賞受賞を誇るブランド米である。村内に、鉄道の駅はないが、東北新幹線が、村東部を通過し、村役場からの最寄り駅は、JR 東日本東北本線鏡石駅内市は、矢吹駅ともに、村役場から約1 0トル程度の距離である。 東北自動車道、鏡石スマート IC、矢吹インターチェンジが、最寄りとなっておりともに車で15分程度の距離である。告げ吉春が昭和40年代に訪れ、来てよかった。今までで、最高のところだ。と絶賛した岩瀬湯本温泉街。当時は、かやぶきの民家や旅館が多く残されていた。2018年より、NPO 法人、湯田組が、 村の指定管理者となり、次の資料館整備を始めた。湯本地区には2014年に、福島県建築文化賞で特別部門賞を受賞している地区140年の村、農村交流施設があり、これを活用するもので、館内に新たに、杖吉春展示コーナーを設けて、杖吉春全集や、当時の掲載紙などの資料を展示し、杖作品の魅力を発信する拠点にするほか、 ファン同士の交流の場にしたい意向で、同年6月開館を目指す。和室の一部は、無料休憩所、縁側カフェとして開放する予定。告げは昭和40年代に、道村内の二木温泉や岩瀬湯本温泉に、足しげく通い、実在する床屋旅館をモデルにした漫画、二股渓谷や豪壮中やぶき屋根が立ち並ぶ、当時の岩瀬湯本温泉の街並みなどをイラストに、 残している。なお、ゆっこや旅館に関しては老朽化で取り壊す話が持ち上がったが、現行の姿のままに残してほしいとのつげファンの根強い声を受け、古い建物を直しながら別個所に新しい旅館を建てることが検討されるなど、津げ吉春ゆかりの地であることを利用した地域おこしが進んでいる。2011年に発生した東日本大震災で、 村内の多数の家屋が損壊するなど大きな被害が発生した。また同時に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質流出が天栄村にも影響している。農作物の売上不振や価格の下落、さらには観光業への影響など社会的問題が発生している。二千十二年五月現在、村内の空間線量は 文科省の放射線、モニタリング情報でリアルタイムに確認することが可能である。ありがとうございます。